久しぶりに動画を撮ります。無事ルーツ週3の2回は出るようにしてて、月曜日帰るために準備をするっていうのを始めようとしてるんだけども、今生理3日目で、今日多分痛みがきつい日なのかなっていう感じです。そうだな、バッグがいつも使わないから天窓のとこに置いてあって、それを取るために椅子に乗らなきゃいけないのがちょっと怖いから、夕方の世話兄さんが来たらそれだけお願いしようかなと思います。留守電にでも入れておかないときついからって思う。リハビリずっと行けてなくて、今さっきやっと行ってきて、久々自転車乗ったからそれもあったりとかで、もしかしたら無理したかもって思って、リハビリ行ってない間もプールにちょこちょこ最初は行けてたんだけど、あとの1週間ぐらい動けてないぐらい状態悪かったんで、過食に走ってたんで3キロ増えたりとかもあって、ゆかりはちょっと今調子落ちてる。でもなんか今はご飯作りたい欲があって、昨日とかもエビチリ作ってたりして、もしかして本当は冷やしちゃいかんのに水触ったりとか、そのエビ、冷たいエビを触ったりとかしてたからかなとか、ちょっと反省しつつ、眠りもしたんだけど、多分1時半ぐらいに寝て、7時半より前、6時半ぐらいに起きとったので、睡眠もちょっと浅かったかもしれない。ちゃんと寝れてる時だったら、11時ぐらいから7時半までぐっすり寝るんだけども、最近おとといかな、3時、おととい昨日が3時起きだったから、ちょっとなんか緊張してるのもあるんだろうなって思うんだけども、台風の影響もあって、どうしようって思って、どうしようもないけど、でもこんな状態でもじいちゃんばあちゃんにも会いたいし、さくらちゃんにも会いたいし、できればハンバーグも作りに行きたいし、ちゅうか会ってくれるかなっていうのがまず問題っていうのもあるけど、自分の体調を整えないと周りのみんなに迷惑かけちゃうから、そこを抑えつつも、なんかもう予約も取ってあるし、なんか送り迎えもしてくれるし、予定通り動けるようにっていうのがゆかりの今の課題、すみれの今の課題。なんか全然まだ人を見てないし、自分のこともしっかりできてないから、ノロとかユタなんて名乗ることできないかなって思ったり、辛いんだけども、この辛さがあるからこそノロとかユタをした方がいいよって言われるのもあるのかななんて思ったりするので、ノロユタがあんまりどんなことか分かってないけど、これぐらい体がきついから使命なのかなって思うところがちょっとあったりして、マリ姉ちゃんの投稿を見てたりとかしたらそう思ったりもして、ちょっと苦しくなってたりとかするんだけど、苦しいとか
本当は使命があるのに、その使命に向かうまでがまだ今健康な方だからもうちょっと頑張りなさいって他の先輩の方たちに言われてて、普通の仕事ができるうちはしておきなさいって言われてるから、それも頑張らなきゃっちゅうのと、甘えたらいかんっちゅうのと、でもじいちゃんばあちゃんにもやっぱり会いたいっちゅうのと、介護ちゃんとできてなかったなっちゅう自分の反省と、なのに今家族と一緒にいることができないぐらい、一人でいないときついっちゅうぐらいには追い込まれてるなっちゅうのがあるから、なんか苦しい。家族とか友達とか恋人とか大事な人なんかをゆかりが振り回してるように感じてて、昔のゆかりだったらもっと振り回してるのかもしれないんだけれども、なんかまた振り回しそうな自分がいるのがすごい怖いんだと思うんだよね。今眠りながら話してて腕が痛くなってきたので、一回これで動画を止めようと思いますが、今のゆかりの気持ちなのでとりあえずあげます。じゃあね。